ジョージ・ D ・アルトマンは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、ゴールズボロ出身の元プロ野球選手。メジャーでは、ビッグ・ジョージ、日本では190センチメートル以上の風貌と、積極的なチャリティ活動から、足長おじさんの愛称で親しまれた。ナッシュビルの歴史的黒人大学である、テネシー大学では、野球の他に、 バスケットボールもしていたが、卒業後の1955年にニグロリーグのカンザスシティモナークスで3ヶ月間プレー。伝説的なバックオニール監督の推薦により、シカゴカブスと契約。1959年4月11日にメジャーデビューを果たすと、すぐに主力選手として活躍。1961年には、オールスターゲームに初出場を果たし、7月11日の 第一戦で8回に、代打で、マイク・フォーニレスから、初打席本塁打を記録。1963年には、セントルイス・カージナルス。1964年には、ニューヨーク・メッツに1年だけ在籍し、1965年に、フルス・カブスへ復帰するが、同年と1966年は、予備の外野手となり、1967年には3、栄光格を経験。 カブスでは、アーニー・バンクスの後の5番を打って、記録を援護したほか、ロン・サントや、ドン・ジマーとチームメイトであった。カージナルスでは、スタン・ミュージアル、ケン・ボイヤーと打線を組んだ。レッズ戦とジャイアンツ戦に強く、ドジャースの誇るドン・ドライス・レル、サンディ・コーファックスの左右のエース、カージナルスの当初、ボブ・ギブソン、最高の左腕と言われた、ウォーレン・スパーン。 ジャイアンツのホアンマーリシャル、ゲイロード・ペリーに、ジム・バニングと7人の伝堂入り投手から本塁打を放った。メジャー9年間で放ったアンダは832本で打率、269、101本塁打、403打点と一流の成績を残した。1968年、東京オリオンズに入団。アルトマンは日本で成功するために武道のトレーニングをすると、 マウイキャンプ初日に行われた最初のフリー打撃では別メニューの野手もしばしてを休め投手陣がわざわざブルペンからメーングラウンドに集まってきたチームメイトの視線も気にはなったがしきりにバットの先端を見つめながらなんとなくしっくりこないといった表情であったそれでも打撃投手が投げた初球を軽く叩くと打球は宇宙間のフェンスを直撃した選手からはお という同様め気が上がり、2球目は1、2塁間をまぶたつし、5球目にはついに打球は右翼フェンスを越えた。次々に外野の間を抜け、フェンスオーバーをする打球に若手は,勝ては見とれて言葉も出ず、ベテランの小山正明は、こりゃ、たまらんわ。味方でよかったと声を上げた。9回の名投手の一言で、アルトマンの立場は決まった。 41球を打って咲く声10本で、オリオンズナインは早くも、尊敬の眼差しが注いだが、アルトマン自身は首をひねるばかりで、ちょっと疲れたと言って、バットを置いた。実は、自前のバットがサンフランシスコから範囲に届いておらず、遺跡0時のバットを借りて打席に立った。アルトマンのバットは、約93センチメートルという長さであったが、遺跡のバットは84センチメートル程度の、 日本人選手としては標準的なものであった。バットを振った感触、ミートポイントが違い、アルトマンは調整するのに四苦八苦した。打球は飛んでいるが、打撃投手の素直なボールに対応できただけのことであり、自身のベストのポイントで打てたボールはほとんどなかった。アルトマンの疲れは体力的にではなく完全に気づかれであった。 愛用のバットが届くとアルトマンはさらに本領発揮し、来日1年目の同年に、いきなり現役メジャーリーガーの実力を見せつけ、4番、左翼手として打率。320、34本類が、100打点の好成績を挙げる。慣れない、日本の地で超一流打者の証明とも言える3割30本、100打点を達成し、打点王とベストナインに輝いた。選球眼が良い上に、 対戦した投手のことは最大漏らさず、ノートにメモし、次の打席に生かした。自分から進んで、教えることはなかったが、聞かれれば的確なアドバイスをし、若い選手には、打席での考え方も伝授した。アルトマンは、日頃の姿勢で、オリオンズナインに影響を与え、バット以外の貢献度も飛び抜けていた。1969年は、 打率が低迷するが、1970年1971年には2年連続ベストナインに輝き、1970年には10年ぶりのリーグ優勝に貢献。同年の日本シリーズでは、シリーズ5連覇中の巨人と対戦するが、アルトマンは勝負を避けられる。10月27日の第一戦は投手戦になったこともあり、徹底してアルトマンを歩かせようとした。 あろうことか5打席中4打席が死球で、うち3打席は敬遠であった。5打席目でようやく放ったレフトフライも、アルトマンがボールを無理して打ちに行った結果であり、巨人は作戦が功を奏し、延長戦の末に1から0でさよなら勝ち。対するロッテは第2戦以降もリズムをつかめず、3連敗で窮地に追い込まれる。アルトマンの1試合4死球は当然のように、 日本シリーズ新記録であり、1試合3敬遠も、また新記録であった。11月1日の第4戦を勝って粘りを見せ、翌2日の第5戦は、ロッテの先発、小山の後頭で2から2のまま7回表に進んだ。ロッテは、小山から、木樽る正明につないだが、巨人は木樽るを攻め、ランナーを一塁に置いて、森正彦が左翼戦へのフライを打ち上げた。 左翼のアルトマンと遊撃手の飯塚義弘が追うちょうど真ん中に打球は飛んでいき打球を追った飯塚とアルトマンは失踪したまま衝突九七センチメートルのアルトマンと衝突した七二センチメートルの飯塚はその衝撃で倒れて意識を失ってしまった打球は外野を点々としたがアルトマンは打球を追わず意識を失ってしまった飯塚を抱きかかえて 必死に呼びかけ、解放したのである。その間に、ランナーは生還して決勝点となる一点が入り、打った森も三塁に達したが、打球を追うのをやめてまで、倒れた飯塚を必死に解放した、アルトマンの姿は、多くの人々に、巨人のシリーズ6連敗以上の強い感動を与えた。アルトマンは、目先の一点を失うことより、今後に影響を及ぼすかもしれない。 チームメイトの体を心配することを優先した。結果的にこの一点がロッテのシリーズ敗退を決定的なものにしたが、川上哲次監督は試合後にこのプレーを絶賛した。1972年には高知県人となり、熱心で的確な指導は2年後の日本一に結びついた。 シーズン中盤からは一塁手として起用されるが、選手1000人に戻った1973年には、ジムラフィーバーの入団で、ポジションも左翼手に戻った。1974年まで常に20本塁打以上を放ち、メジャーリーグ以上に本塁打を量産。7年連続20本塁打以上という安定した打撃でロッテを強豪チームに押し上げていき、 1974年には6月13日から同23日まで6試合連続本塁打のパリーグ大記録を樹立。来日以来最高の調子でシーズンを送ろうとし、高打率をキープして本塁打も打ちまくっていたが、アルトマンの腹部は異変をきたしていた。初期の大腸がんで、前年あたりから体が疲れやすく下血があったのである。最初は味だと思っていたために、 あまり気に求めなかったが、下血はひどくなるばかりでいよいよ症状は悪化。その下血のひどさに貧血状態になるほどで、試合が終わると、下着は血まみれになっていた。アルトマンは、クリーニングに出さず自分で下着を洗い、優勝争いをしているチームのために病気を隠して、必死のプレーを続けた。 しかし病状は悪化するばかりで、8月7日の南海後期3回戦の試合中に気を失って倒れ、アルトマン自ら金田正一監督に途中交代を申し出す。球団側に癌を患っていることを知られることとなり、シーズン途中ながら帰国して、手術に踏み切った。手術は無事に成功したが、4年ぶりのリーグ優勝の輪に加わることができず、 中日との日本シリーズにも出場できなかった。この年は85試合出場ながら打率、351、21本塁打をマーク。アルトマンはがんを克服したものの、闘病生活の影響で体重が落ち、以前のように活躍できるかどうか未知数であった。ロッテは、アルトマンの体調と1975年に42歳となる年齢を考え、 契約年俸を低く抑えようとしたが、アルトマンとロッテの交渉は決裂。球団はチームを牽引したアルトマンに、功労金なども用意せず、アルトマン曰く、メジャーリーグなら、グラウンドキーパーでももらえるトロフィーだけ、で、解雇となったが、球界復帰のための練習を怠らなかった。カニ解雇の理由に、アルトマンの体調面を挙げたが、実は監督就任時から不要論を唱えていた。 1975年に阪神タイガースの入団テストを受け、健康診断で何の問題もないことが分かって入団。遠い五郎に代わり一塁手として起用され、同年4月6日の中日戦では、鈴木隆正からセリーグ最年長の42歳0、か月での満塁本塁打を記録し、この試合では2番手の武田和志からも本塁打を放って開幕に連勝に貢献。 5月6日の中日戦では、松本幸津らからセリーグ最年長の42歳1ヶ月で、三塁打を放った。勝負強いアルトマンが5番打者に入ることで、敬遠されることが少なくなった4番の田淵孝一は、この年、大阪春を抑えて、本塁打王になった。日本プロ野球に在籍した、外国人選手で初めて200本塁打を達成したが、通算戦安打には、 あと15本足りなかった。NPB 通算205本類だは、当時の外国人最多で、この記録は、翌1976年に、近鉄のクラレンス・ジョーンズに破られるが、アルトマンが帰国の際には、在阪球団所属という縁もあって、見送りに来てくれたジョーンズに、俺の記録は、君が1日でも早く破ってくれと、遺願している。日本でも、山田久し、東を治む。 皆川むつを、米田哲也、鈴木刑事、梶本隆夫、稲尾和久の7人の伝道入り投手から本塁打を放っている。42歳という年齢から来る視力の衰えは、隠せず、同年は打率。274、12本塁打、57打点に終わり、現役を引退。引退後は、シカゴで大豆の相場師となった。ガンも再発せず、現在は、 ミズーリ州オーファロン在住、ありがとうございます。